こんにちは、花町接骨院久松です。今回はダイエット効果抜群意外な食べ物ということでお話しいたします。ダイエットにいい意外な食べ物、さあそれは何でしょうか。何かというと正解はじゃーん、かつお節です。かつお節ってすごく意外なんですけども、ダイエットに効果があるんですよ。ダイエットに2つの成分があって、それについてお話ししていきます。まず1つ目はヒスチジンという成分があるんですけども、このヒスチジン、食欲を抑えてくれる働きがあります。食欲を抑える、このヒスチジンってあなたの体内の中に入るとヒスタミンという物質に変わるんですよ。ヒスタミン、お薬なんかでね、聞いたことあると思うんですけど、抗ヒスタミン剤とかね、そういった形のお名前でね、このヒスタミンという物質に変わって、どういうことをするかというと、体内ヒスタミンに変わった後に満腹中枢を刺激してくれます。満腹中枢刺激してくれればね、本当に食欲なくなりますからね、すごくいい効果。そしてヒスチジンの2つ目の効果は、あなたの中性脂肪を燃焼してくれる働き。もうこれ聞くだけでもね、本当にダイエットに良さそうな感じするじゃないですか。そしてもう一つ成分があって、今度はイノシン酸という成分です。このイノシン酸という成分は、新陳代謝を促進してくれます。新陳代謝を促進してエネルギーの消費を増やしてくれる。ですからどんどん体の、脂肪分を燃やしてくれる働きがありますね。どんどん新しく体のエネルギーを取り入れてって形になりますので、これをまたダイエット効果を出してくれる、ヒスチジンとイノシン酸、はい、ただ気をつけていただきたいことがあるんです。例えばかつお節がダイエットにいいから、もうバックンバックン食べて、ひたすら食べて、かつお節でもうね、食欲を抑えて脂肪燃焼だってやると、それって逆効果になるんですよ。なぜかというと、この先ほど言ったヒスタミンって、炎症を起こす物質なんですね。アレルギーとかこれを多く取りすぎるとヒスタミンが増えすぎてしまって、結果あなたにとってアレルギーを起こすことがあるんですよ。ですから食べ過ぎは絶対ダメ、本当にこれは十分ご注意ください。そして、食べるときなんですけども、どうやって食べるといいか、かつお節そのままパクンと食べてください。そのまま食べるといいです。そして、どういうタイミングで食べるといいか、食べるタイミング大事ですよね。どういうタイミングで食べるといいかというと、最初に食べましょう。なぜ最初に食べるか、食欲を抑えてくれる働きがあるわけですから、先に食べて食欲を抑えた方がより効率いいじゃないですか。ですからもう最初にかつお節パクッと食べて、ご飯を食べるって形にしていただけると、あなたのダイエット効果を促進してくれます。ぜひダイエットしようかな、体重減らそうかな、脂肪が気になるなと思ったら、かつお節積極的にお取りになってみていただけるといいです。ちなみに私高知県出身なんですけども、高知県でカツオが有名なんですよ。だから今日カツオを取り上げたというわけではありませんので、ご了承ください。そして、今日のまとめなんですけども、ダイエットにはカツオ節がいいよっていう、でカツオ節の中にある成分ヒスチン、食欲を抑えて体内にヒスタミンに変わって満腹中枢を刺激するんだよという働き、それで中性脂肪を燃焼してくれる働き、そしてもう一つの成分イノシン酸、このイノシン酸が新陳代謝を促進してエネルギーを消費し増やしてくれる、もうダイエットにいい働きしてくれますね、かつお節。ただ注意点は食べ過ぎない、食べ過ぎるとヒスタミン型になってアレルギーを起こしちゃう。そして食べる順番は最初に食べて食欲をどんどん抑えちゃいましょうということでした。ということでね、ダイエットにかつお節うまく活用してみてください。また、ダイエットではなく、もしあなたがそれ以外の体調不良、自律神経の不調、
なので、お悩みでしたら、私があなたのお役に立ちます。私の自律神経の整体で、あなたの体の回復をお手伝いさせていただきます。また、もし、家が遠方で目黒まで来れない、または調子が悪すぎて外に出れないといった場合、そういった方たちのためにご自宅でもできる遠隔的な整体方法を私開発しましたので、興味がある方、真剣な方は下の概要欄をご覧になって、電話でもメールでも LINE でも私にご連絡ください。ということで、今回も動画を最後までご覧いただき誠にありがとうございました。